都心から少し足を伸ばせば、そこは豊かな自然と魅力的なスポットがあふれる多摩エリア。今回訪れたのは福生市。アメリカ空軍基地である横田基地に隣接する国道16号線沿いにはアンティークや輸入雑貨の店が軒を連ね、ちょっとした海外旅行気分で散策を楽しめます。そんな街で、素敵なお店、長年愛される素敵なお店を見つけました。たまにはプラッと。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すごいたくさん並んでる。うわー、おいしそう。敷地内にハム工場がありまして、そこで作られた商品が並んでます。新鮮でいいですね。福生駅から徒歩5分にあるシュトゥーベン大玉は、昭和7年創業の老舗ハムメーカー大玉ハムの直営店。良質な国産肉を使い、本場ドイツ式の伝統製法にこだわったベーコンやハム、ソーセージを製造し販売しています。おすすめとかってありますか？東京特産の東京 X という銘柄豚を使用した製品になります。東京 X、 はい、東京 X は東京都が開発したブランド豚の品種。風味と味わいに優れ、脂肪の旨味がギュッと凝縮された滑らかな肉質が特徴なんです。素敵。ドイツの歴史的な建築を再現した2階では、出来たてのハムやソーセージを使ったオリジナルの料理を堪能できます。中でもおすすめの料理が東京 X 豚とベーコンのオーブン焼きです。東京 X 来ました。私初めて食べます。うわ、もうナイフなしで、うわー、美味しそう。このもちろん柔らかさとかジューシーだし、何より甘いですね。はい、これが東京 X の特徴です。アルコールとの相性も抜群。白戸さんも仕事を忘れて、都会の喧騒を忘れさせる居心地のいい空間で、ちょっぴり贅沢な食事を楽しんでみては。